便利というわけで、チャレンジ大好き竹中がさまざまなチャレンジをしていこうではないかというこちらの動画。今回はですね、あからんまで50音順にお店を紹介しようではないかという50音チャレンジ。本日の50音はというわけで、新宿駅から徒歩 1、2分、とんたけさんにやってまいりました。いやー、というわけでね、私も42年間竹業界に身を置いておりますけれども、ついに竹業界の中でもとんかつに進出した竹がいるということでね、とんかつ大好き竹永がとんたけさんを見逃す選択肢はないということでやってきたわけなんですけれども、こちら新宿エリアで屈指の人気を誇るとんかつ屋さん、果たしてどんなお味なんでしょうか。それでは今日も張り切ってガガ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 ガでしょ。さあ、というわけで今回も懲りずにやってまいりました。いやー、オープニングをご覧になってもお分かりかと思いますけれども、うちを出る瞬間はね、あれバイクで行けるかなっていうような雨だったんですけれども、走り出した途端に雨足が強くなってきて、あのようなずぶ濡れでのオープニングとなってしまいました。とここでこれが私が頼んだジョーローズですねこれが果たしてどんな感じで上がってくるのか楽しみですねというわけで、気さくな店長さんでね、よかったらお肉取るかいっていうことでね、取らせていただきました。果たしてどんなとんかつなんでしょう。それでは現場の竹永さん。ほいほい、こちら現場の俺が竹永で、はい、というわけでこちらがとんたけさんのジョーロースカツ定食です。香りたまりませんね。それでは早速いただきましょう。まずは岩塩でいただくのがおすすめとのことなので、岩塩でいただきたいと思います。はい、いかがでしょうか。この分厚いロース肉ですよね。テンション上がりますね。こちらを、柔らか、口に入れた第一印象もう柔らかい、この一言ですね。そしてね、このね、パン粉のきめ細かい感じとお肉の上質な脂の甘さなんかも感じられて、これは本当にどんだけ。決まりましたね。思わず出てしまいましたね。とんたけさんでとんたけ出てしまいましたね。いや、これは美味しい。もうほんとご飯何杯でもいけますね。いや、岩塩のマイルドなしょっぱさがお肉のうまさを引き立ててますね。はい、それではこちらわさびでもいただけるっていうことなんで、わさびでいただきましょう。はい、いかがでしょうか。ちょっとね、お醤油を垂らしてわさび醤油でいただきましょう。なるほど、わさび醤油でいただくとね、一気にね、和のテイストが広がっていや、これはこれで美味しいですね。はい、というわけでご飯一杯目完食。すいません、おかわりお願いします。はい、お盛りで。はい、というわけでおかわり2杯目。いや、こちらね、キャベツとご飯おかわり自由だっていうのありがたいですよね。はい、それではソースとからしでいただきましょう。いや、たまたまいただいた部分が脂身の多い部分だったんですけども、その脂身がね、口の中に入れた瞬間溶けてって、その脂身の甘さとソースの甘辛い感じが口の中で混ざり合って、これはもう本当に何とも言えない味わいですね。いや、おいしいな。そしてこちらね、からしもね、ツンとくる感じのからしじゃなくて、結構ねマイルドなタイプのからしなんで、お肉とよく合ってますね。
はい、というわけで2杯目完食。はい、というわけでおかわり3杯目。もうこれで最後かなって感じですけど、いやずっと食べてたいなっていう感じですね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやー美味しかったですね。まあ率直な感想としては、とんかつ食べたなっていうよりかは、なんかいいお肉食べたなっていう感じで、いやあの上質なきめ細かいお肉と、あの脂身の甘さね、多分厳選されたいいロース肉だったんじゃないかなっていう印象ですね。いや本当に美味しかったですね。岩塩やわさび醤油でさっぱりいただいても全然お肉の味が負けてないっていう感じでね、いやー本当に大満足でした。というわけで皆様もご興味ございましたら、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところで、また次回の動画でお会いいたしましょう。本日の50音はというわけで、とんたけさんよりお送りいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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 。天気予報嘘つき。